かままり仲まりのおすすめ、今日は六本木ミッドタウンの向かいの道をちょっと入ったところにある焼き鳥屋さん、鳥まゆに行ってきました。同士の砂肝醤油漬けです。いただきます。うん、癖がなくてコリコリしていい歯ごたえ、美味しい。はい、このようにね、カウンターにいろんな素材が置かれています。単品で、注文しました鶏刺しの羽身の刺身です。生姜でね、生姜醤油でいただきたいと思います。鶏刺しいただくのも久しぶりです。綺麗なね、ピンク色で美味しそう。うん、美味しい。もちもちして美味しい鶏刺しです。はい、こちらがももですね。いただきます。うん、ふっくらして香りがいいですね。本当に美味しい、レベル高いですね。実は、こちらのお店はたまたまね、六本木ミッドタウンの近くで焼き鳥屋さんないかなと思ってね、探して見つけたお店だったんですけど、すごいね、美味しいです。で、コースもあって、例えばですけど、10本コースあったり8本コースとか、コースあったり、あとはですね、セットで鶏肉の串焼き4種と野菜の串焼き1種っていうコースもあるんですね。でまずはこれでちょっと様子見て、他の一品とか欲しい食材とか注文しようかなと思って、はい、頼んでます。なので今日はまず串を5本と、あとはこの一品の、これはですね、サラダ、焼き野菜のサラダですね。このね、炭焼き野菜なんで、お野菜が一つずつね、ちょっと香ばしい感じで、もちろんケールとか生野菜には焼いてはいないんですけど、この人参をベースにしたドレッシングで和えられてて、このね、炭焼きの香ばしい香りがね、全体的にフレーバーがついてるサラダでした。すごい美味しかったです。これなんかね、焼き鳥屋さんならではのサラダですよね。こういうお野菜焼いた感じでサラダだといいかなと思いました。はい、次が軟骨。軟骨ね、あんまり食べないんですけど、いただきます。うん、なんか骨だけじゃなくて、このお肉があるのもしっかりついてるのもすごい柔らかい、結構コリコリしてて美味しい。本当軟骨普段食べないんですけど、これはね、美味しくいただける、いい。そして次が、そして振り袖、初めていただくかな。結構ね、皮のところがパリッとしっかり焦げ目が入ってますけど、いただきます。うん、またなんかね、ももとかと違う食感、比較的もちもちして皮のパリッとした感じと、このね、コントラストが非常に美味しいですね。そして、お野菜はししとうでした。うん、ししとうも大好きなんでいいよね。だからもも、つくね、それから軟骨、振り袖、4本の鶏の串焼きとお野菜が1つのセットですね。はい、単品で頼みました。モッツァレラ、焼きチーズ、これ串すごいすごい、もう溶けてめっちゃ美味しいところなんですけど、ちょっと串で食べるの大変なんで、箸でちょっと拾っていただきます。うん、焼きチーズ、焼きチーズ美味しい。なんかチーズをこういう形でいただくのはちょっとユニークですよね。
あ、美味しいな。なんかいい、本当にいいお酒のつまみになります。そして大好きな銀杏ですね。もうね、焼き鳥屋さん行ったら絶対銀杏は食べたいの。いただきます。このね、ほろ苦い苦味と食感、ホクホクした食感とたまりません。いや、いい焼き鳥屋さん見つけました。またいろんなコースチャレンジしてみたいと思います。今日は鳥眉に行ってきました。皆さんもよかったら行ってみてください。